23日、京都市で開かれたマスターズ陸上記録会の男子100メートルに、今年105歳を迎えた京都市の宮崎英吉さんが出場し、ギネス認定を受けました。第7レーン、宮崎英吉さん、京都。以上の出場で、スタートしました。これまでも年代別の世界記録を出してきた宮崎さん。この日は100メートルを42秒22で走り、世界最高齢スプリンターの認定を受けました。そして記録掲示板の横で100メートル世界記録保持者ウサイン・ボルト選手の得意ポーズを披露しました。ただ記録には満足していない様子で、今後の抱負を聞かれた宮崎さんは、105歳なんだから、まあここらで手を打ってね、万歳しようと思っていたんですがね、今日の成績あまりに悪いもんだよね。ここはもう実は修正にやめるってわけにはいかんな。あー、すごいですね。はい、宮崎さんは砲丸投げにも出場し、100歳を超え投げることにも挑戦する鉄人ぶりを披露しました。